知ることでゲームは楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。主にゲームの解説動画を作らせていただいております。よろしくお願いいたします。さて、フォールアウトの生き物図鑑、今回はついにデスクロー編です。本来であれば初回の大きな動物編に含まれるべきモンスターでしたが、あまりにも情報が多いため彼だけは特別に個別での解説となります。フォールアウト世界で最強の名を欲しいままにする素早く力強いトカゲはどんな生態を持ち、それぞれの作品でどう関わってきたのか、調べれば調べるほど奥が深いです。というわけで今回の解説でわかることはデスクローの全てです。解説内容はデスクローの生態、そしてデスクローの活躍をまとめた歴史です。今回の解説動画は3つに分かれ、それぞれでより深くデスクローについて知っていきます。長くはなりますが、どうかぜひ最後まで見ていただければと思います。この解説シリーズではデスクローに限らず、ここまでの解説を踏まえた上での総括ともいえる内容となり、デスクロー好きの方はもちろん、クリーチャー解説が好きな方は最後まできっと楽しんでもらえると思います。この動画シリーズで知っておくべきデスクローの知識を全て知ることができるとお約束します。それでは早速始めていきましょう。フォールアウトの生き物図鑑、デスクローの生態と誕生の歴史。デスクローの生態、まずはデスクローがどういった生物なのかを見ていきましょう。その後の歴史でお話しする内容は省いているので、あくまで基本的なお話です。デスクローはフォールアウトの全作品に登場する凶暴なクリーチャーであり、作品内では最強とも謳われる生物です。巨大で素早く力強くタフ、攻守ともに優れた非常に厄介な捕食者の頂点ですね。よってプレイヤーからはデス様、デスクロー先生などと呼ばれ、恐れられると同時に戦いの教訓を与える存在としても扱われています。体長は20フィート、約6メートルで、鱗状の皮膚と一対の力強い角を持ち、基本的には二足歩行です。腕と足の鋭い爪、パワーアーマーすら持ち上げる腕力、強靭な脚力、そして鋭い嗅覚と聴覚を持ちます。まさしく戦うために生まれた生物ですね。ソースによっては10フィート程度とも言われますが、見た感じでは倍はありそうですね。またデスクローは視力が弱く、個体によっては全く目が見えない場合もあるようです。しかし前述の通り、それを補って余りある嗅覚と聴覚を持ち、ステルスボーイを使っていても見つかる場合があります。これはデスクローが作り出された際の課題でもありました。これは後でお話ししましょう。ただ逆にその聴覚を利用して大きな音で寄せ付けないようにするという対処法も存在するようです。同じように嗅覚を利用して猛烈な匂いを放てば寄りつかなくなるかもしれません。しかしこれは前例が少なく、全ての個体に有効かは分かりません。主な生息地は西海岸で、常に10匹近い群れを作って行動しています。母親が安全な場所で卵を守り、そこで子供が育ち、周囲を戦士が警戒するという構成が一番多く、そして基本的にはリーダーとなるオスだけが交尾を許されます。東海岸にも分布していますが、数は少なく群れで見ることはまずありません。群れを作れるほどの数はいませんが、習性は変わらず、卵を守り、奪われれば全力で攻撃してくるほか、常に臨戦態勢です。詳しくは口述しますが、デスクローは大規模な群れを作る生物であり、その生息地のほとんどは西海岸に偏っています。東海岸のフォールアウト3や4には単独の個体しかいませんが、西海岸のフォールアウトニューベガスには群れでいることが多く、この辺は設定通りということですね。さらにデスクローは知能が高く、過去には人の言葉を話す個体も確認されていました。子供程度の生態しか持たず、オウムのようなモノマネ程度しかできないとも言われていましたが、中には人間とコミュニケーションを取り共存しようとする群れも存在していました。しかしながら、そういったデスクローはごく限られた存在であり、 99% のデスクローは人間の敵となる危険な存在です。時には人間の町を襲い、時には駆除に挑んだハンターを返り討ちにしてきました。もちろん縄張り意識も非常に強いです。
ただ作品が進むにつれて新たな変異生物やクリーチャーが登場し始め、徐々に最強の座を奪われ始めていることも事実です。デカすぎるミュータント、ベヒモス、強すぎるクマ、ヤオグアイ、最強の虫、カサドレス。しかしそれでも強さの象徴として、何よりも戦いの教訓を与える先生として登場し続けてきました。そして戦後の世界では完璧ともいえる戦闘能力を持つことから分かるように、デスクローはただの変異生物ではありません。ここからはその誕生の歴史を確認していきましょう。デスクロー誕生の歴史、まずはそのデザインがどう生まれたのかを知るために、開発者目線での歴史をお話ししましょう。デスクローの開発においては、クロアナグマとヒグマを混ぜたようなコンセプトから始まりました。しかしクリエイターから、戦後の生物にしては毛が多すぎるという指摘を受け却下となります。ホールアート作品に毛がふさふさのモンスターが少ないのは、こういったこだわりもあってのことなんですね。というのは、建前で単純に当時のレンダリングエンジンでは毛の再現が難しかったという理由だったりします。そこで開発陣はデザインそのものからインスピレーションを探すことにしました。そこで目に留まったのが、オフィスに置かれていたタラスクのフィギュアです。タラスクは当時大人気だったテーブルトーク RPG ダンジョン&ドラゴンズ、通称 D&D に登場するモンスターでした。タラスクは鱗に覆われた巨大な二足歩行生物で、2本の角と太い尻尾を持ちます。さらに5階建てのビルに相当する全長を持ち、彼が通った後には何も残らないと言われる、まさしく最強のモンスターです。伝説のタラスクはこの D&D においても、ドラゴンを除けばおそらく最強のモンスターであると言及されています。そして開発陣はこのタラスクをベースに新たなクリーチャーを生み出すことに決めました。デスクローはそんなタラスクの特別な生物を除いて最強という特徴と、外見的な特徴を参考にデザインされました。もともとはクマをベースにしていたコンセプトも、シリーズが進むにつれ、カメレオン、ワニ、オウシ、ヒョウ、ヘビ、トカゲなどがベースとなっていきます。ちなみに D&D には伝説のという名称がつくモンスターが登場しますが、これはもしかすると後にフォールアウト世界に登場する伝説級のという名称の元ネタかもしれません。ではゲーム内におけるデスクローの歴史へと話を進めましょう。デスクローは戦前に米軍によって生み出された生物兵器、つまり人工的に作られた生物です。索敵や殲滅任務において人間を使わずに、それでいて安価に結果を出すために開発され、遺伝子操作によって圧倒的な力を手に入れたジャクソンカメレオンです。嗅覚や聴覚が鋭いのは、こういった索敵能力の強化の際に得た特性でしょう。ジャクソンカメレオンはケニアやタンザニア、アフリカなどの温暖な地域に生息するカメレオンです。美しい鱗を持ち、涼しく湿気が多い環境を好み、夜行性っぽいですが昼間に行動します。3本の特徴的な角を使って縄張り争いをしたり、基本的には虫を食べたりして生活しています。寿命は5年から10年、繁殖方法は卵胎制です。カメレオンには卵を産むだけの卵生と、お腹で卵を育てる卵胎生がいますが、ジャクソンカメレオンは卵胎生、デスクローは完全な卵生です。生存という意味ではどちらかといえば卵胎生の方が有利なのですが、卵生の方が手軽ではありますね。ちなみに人間はお腹で育てる胎生です。ただ卵生は気温や環境の変化での影響を受けやすく、孵化するのに条件が必要です。しかし逆に言えば、デスクローは卵も含めて環境適応能力が高いのかもしれません。爬虫類はワニを除いてほとんど子育てはしないので、産んだらそのまま卵を守れるということですね。もしデスクローが卵胎生のままであれば、妊娠中は戦えなかった可能性もあります。逆にデスクローマザーのようにより凶暴化していた可能性もありますが、ちなみにカメレオンといえば擬態能力を持つことで有名ですが、実はあれは擬態ではなく、気温や光の具合、求愛行動や威嚇、要するに気分で変えているだけであり、特に周囲の色に合わせて見つかりにくくなろうという意識はしていないそうです。
さらにデスクローはこのジャクソンカメレオンだけを強化したわけではなく、ジャクソンカメレオンをベースに作られた混合種であると言われています。つまりカメレオンをベースとして様々な生物が混ざり合ったキメラということになります。そうなると何が混ぜられているのか気になりますよね。ただここには答えはありませんので、皆さんで考えていただければより楽しめるかと思います。そして遺伝子操作の影響でなくなったのか、角は3本から2本に減っています。しかしカメレオン時代よりも太く力強くなっており、ちょっとやそっとでは折れそうにありません。肉体や爪も強化されており、巨体であるにもかかわらず俊敏性が高く、間合いを詰めるスピードは凄まじいものがあります。人型になったことで汎用性も高まり、様々な動きで獲物を追い詰めます。食性も虫中心の生活から肉中心となり、今となってはあのヤオグアイが主食です。もちろん人間も捕食対象であることが知られています。さらにカメレオン特有の擬態能力は失われています。しかし逆に擬態している敵も見つけられるようになったのは面白い逆転現象ですよね。ちなみにこういった事柄に強く関心を持ちそうなエンクレイブはデスクローの開発には関わっていません。デスクローを生み出したのは米軍であり、エンクレイブも知らないプロジェクトだったわけですね。ただその後にエンクレイブに目をつけられ、さらなる改良が加えられることになります。あくまで始まりはエンクレイブではないということですね。そうして米軍によって生み出された生物兵器は最終戦争の混乱によって野に放たれ、繁殖してしまったというわけです。さらに初代フォールアウトの時代である2161年にザ・マスターによって FEV を使ったさらなる改良が加えられたと言われており、この時点から今の姿になったとも言われています。ただこの辺のソースは曖昧なので、米軍が作った生物兵器が戦後に逃げ出して繁殖したものという認識で問題ありません。そして実際にこのデスクローが戦場に送られたという記録はなく、その計画も最終戦争によって頓挫したようです。他国を苦しめるために作った兵器が自国を蝕むという状況はモールラットにも似ていますね。というわけでデスクローの生態と誕生の歴史は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。